みなさんこんにちは、工学館の小玉です。今日は木曜日アハ体験文法、それでは早速やっていきましょう。はい、では早速ポイント解説。今日は代名詞の予報。代名詞って苦手な子めっちゃ多いよね。ただあることを意識すれば解けるようになるから、今日それ意識していくね。今日は何に注目するかっていうと数字。はい、数字に注意して代名詞を見ていきましょう。どういうことかっていうと、代名詞っていうのは何を使うかによって表す数字が変わります。例えば2つのものを表したいときは both either ね、否定やったら neither です。で、2つじゃなくてそれよりも上、2つ以上やったら1、2つ以上じゃなくてそれよりも上の3つ以上やったら every all、 否定やったら none。 これでしっかり使っていく、いけますか。こういうふうに代名詞っていうのは何を使うかによって表せる数字が変わるので、これからねやっていくときはこの数字に着目して問題を解いていきましょう。はい、ではサムネの問題。今回注目すべきはこいつ、イーザー。このイーザーって何を指してるかって言ったら、これ前の文章を見たらこのフォーストレンジネームスっていうのを指してますよね。このイーザーっていうのがフォーストレンジネームスを指してる。なんか違和感感じませんか。なんか違和感、何かって言ったら、このイーザーっていうのは2つのものを指すときに使う。いける。ただこいつ見たら4って言ってるから4つのものを指してますね。これって矛盾生じてませんか。いけます。さっき言った通り、代名詞っていうのは数字に着目する。今回は2つのものを指すときに使う either を4つのものを指すときに使う。これできません。いけますか。つまりは今回 either じゃなくて2つ以上もしくは3つ以上のときに使うやつやから、今回 each とかに変えてあげればいいと。いけますか。このように代名詞っていうのは使うものによって何個のものを指せるかっていうのが変わってくるから、しっかりその数字にね注意して代名詞は覚えていきましょう。